平野紫耀、神宮寺んぐゆうたの合流費に新会社設立していたうジャニーズとご近所バチ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 。滝沢秀明氏4会社とべ年賞100億円計画の全貌。こんにちは、読者の皆様。ジャニーズ界における新たな波が押し寄せています。平野紫耀さんと神宮寺うじゆうたさんが滝沢秀明氏の新会社。 株式会社飛べへの合流を発表し、ジャニーズ事務所内外で波紋を広げています。本記事では、この驚きのニュースを詳しく掘り下げ、滝沢秀明氏が目指す年商100億円計画の全貌に迫ります。ジャニーズ界の新たな風本 V6 の三宅健さんが、自身のツイッターを通じて、8月20日に、 トベ勢揃いで初のご飯会が開催されたことを報告しました。これに対するファンからは期待の声が上がり、ジャニーズ界の新たな風が感じられました。ジャニーズ事務所においては、退場者が相次ぎ、ジャニー北川氏の国連案件にまで発展する問題が浮上しており、暗い話題が多くなっています。しかし、一方で、トベは明るい話題を提供し、 ファンを喜ばせています。滝沢秀明氏が大手広告代理店とも提携し、年賞100億円を目指しているとの報道もあり、その体制が整いつつあることが伺えます。平野市洋神宮寺ゆうたの合流平野市洋さんと神宮寺ゆうたさんは7月7日に東部へ飛べ、公式4ウッド部 YouTube チャンネル生配信に登場指導者への合流を発表しましたた。 この生配信は100万人を超える同時視聴者を記録し、ファンクラブの入会待ち時間が12時間にも及ぶなど、彼らの圧倒的な人気を再確認する結果となりました。しかし、大手レコード会社との契約に関しては難航しているようです。ジャニーズ事務所とソニーミュージックエンタテインメントの関係は良好であり、 複数の大手レコード会社が、飛べ、からの提案を立ったとの情報もあります。滝沢秀明氏は、今後も大手レコード会社との契約を模索するでしょうが、現状は難しい状況にあるようです。レコード会社アニファンクラブ運営会社の設立滝沢秀明氏は株式会社飛べ、を設立したのは3月16日でした。同じ日に、株式会社飛べミュージックも設立されました。 8月18日にはイムップがデジタルシングルクルージンを世界同時配信デビューさせましたが、この楽曲もトベミュージックからのリリースとなりました。トベミュージックは国内外の楽曲の原版制作、音楽著作物の管理、インターネットによる音楽配信などを担当する会社とされています。 さらに、滝沢秀明氏は1月11日に、株式会社飛べコミュニティという会社も設立し、ファンクラブの運営などをメインで担当すると考えられています。平野志陽さんと神宮寺ゆ太たさんのファンクラブは、飛べコミュニティにとって大きな利益をもたらしていることでしょう。 ジャニーズ関連会社の元社員が登場さらに驚くべきことに、平野紫耀さんと神宮寺祐太さんが飛べへの合流を発表した同じ日、新たな会社、株式会社飛べリブジャパンも登場しました。この会社の代表取締役は、元ジャニーズ事務所の関連会社であるヤングコミュニケーションの社員だったという愛師が務めています。 Y 氏は滝沢秀明氏とはジャニーズ時代からの知り合いであり、当規模にはライブコンサートやイベント企画、制作、運営、実施、管理、コンサルティングなどの項目が含まれており、コンサート運営をメインで担当する会社と考えられます。会社の本店の距離ここで注目すべきは、これらの、とべ、関連会社とジャニーズ事務所本社の距離です。 滝沢秀明氏が設立した、とべは東京八王子に本店が置かれていますが、とべミュージック、とべコミュニティ、そして、とべリブジャパンの3社は東京港区に本店があり、しかもジャニーズ事務所本社とは 1km も離れていない場所に位置しています。この近接性から、滝沢秀明氏の、ジャニーズとの対立も辞さない、姿勢が浮き彫りになります。 まとめ滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社飛べよびその関連会社の動向はジャニーズ界に新たな風をもたらしています。平野志耀さん、神宮寺優太さんをはじめとする人気メンバーの合流やファンクラブの運営、ライブコンサートの企画、年賞100億円計画など今後ますます注目が集まることでしょう。ジャニーズファンにとっては これからの展開がますます楽しみな一方で、ジャニーズ事務所との対立も含め、ジャニーズ界には未知のドラマが広がっています。今後の展開に注目し、ジャニーズファンの皆様に最新情報をお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。それでは、引き続き注目のジャニーズニュースをお楽しみください。 顔面天才平野氏、ヨークールなサングラス姿で陶芸を楽しむ、オフモードショット。8月末にジャニーズ事務所を退所する k i 2 a の北山博光、オーへの合流も有力視される。